会社の取り組み、一人じゃないからということで、多分皆さん、鍼灸師だったりとか、受動整復師を目指されているのか、まあ、免許を持っているので、開業されている方っていますかね。大丈夫ですか。開業を目指している方。はい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいんですけど、僕も最初一人でやり始めました。で、今そのこれだけのスタッフと一緒に仕事をしているわけですけども、一人でやり始めるとやっぱ自分の体一つしかないので、実際にそのなんですかね、例えば社会貢献としてのそのチームに帯同して何かをしたいっていう思いがあったとしても、なかなか整骨院をじゃあ閉めて、そういうところに出かけれるかって言ったらなかなか実際に難しいんですね。で、開業しているので自分の時間は自分で決定することができるはずなんです。ですけども、なかなかね、開業してしまうと自分のお店を休業して何かをするっていうのはすごく勇気のいることなんですね。で、1回だけですね、実は1週間休んで、オリンピック記念公演に、スポーツプログラマーの試験を受けに行ったことがあります。でそれは、1週間ぐらい休んだんですけど、それぐらい泊まり込みで、順天堂大学の先生とかですね、国立競技場とかで、セミナーを受けて、試験を受けるんですけど、まあ、その体験は非常に今でも役には立っておりますが、でもう一回やれって言われるとなかなか勇気のいることで、それを開業する前から決めてたのでできたことなのかなということなんですが、今実際の会社の取り組みとしては、本当はね、こういう取り組みをスライドで紹介をするつもりで何発表しますかって言われて、じゃあ会社の取り組みでなかなか一人ではできないこと、やっぱこんだけのスタッフがいるからできていることを皆さんにお伝えしようと思ってこういう題にしたんです。でも作り始めてったらどんどん違うことになっていっちゃったので、実際に会社の取り組みについての、紹介は今ここで喋った分だけです。で、実際にじゃあなんでそういう取り組みを始めたのかっていうのは喋り始めます。なので実際の取り組みは、ホームページ内とか上がってますのでそちらの方をご確認ください。今やってるものとしては、ミニバスケットボールの帯同ですね。で、いわゆるスポーツ大会とかの、救護処置と、チームのサポートという形でボランティアですね、そういうのをやってたりとか、あとはまあ、さっき言った接骨院が4店舗ありますけども、それぞれの特色とか使ったりとか、あとは、超音波画像、観察機とかの取り組みだとか、あとこういう勉強会の取り組みだとか、あとは大きくそうですね、勉強会の取り組みはこれ、この場自体は僕ほとんど関与しないんです。で、スタッフが一から順が、自分たちで集客から会場の設営からで、懇親会まで、でその、予約から、タイムテーブルから全部作っております。なので、いろんな、まあ、うまくいかないこととか、それがどうなっているのってこともありますけども、実際に自分が主体となって活動するってことで、見えてくる。だからやらされてやってることではなくて、自分たちからやることってことに、まあ、意味があるかなということで、一人ではなかなかできないことを話すつもりでしたが、実は今日はですね、会社取り組みの統括交換と、贈与交換ということで、話をしていきたいと思います。で、その取り組みの、基本となっている私の考え方というのを、まあ、お伝えしたいかなと思います。で、これもこれが正しいよってことはさらすさらないです。なのであんまり何言ってんのかなっていうぐらいで聞いていただいて、おいおいって突っ込みたいところは突っ込んでいただいていいですが、一番最初のですね、経済学の出発点ということで、開業するもしないもですね、どうしても何て言うかな、我々だと、主義知識っていうことで、僕よく料理人さんに例えたりとかするんですけど、その料理をする腕とか、材料に対する知識だけど、開業するにあたっては経営者っていう概念がないとなかなかうまくいかないんですね。オーナーシェフって言われると思うんですけど、シェフの腕がいくら良くたとしても、オーナーとしての運営がしっかりしてないとなかなか、うまくいかないこともあります。
あの知識と技術だけでうまくいくこともあります。それは理由だったりとかに乗っかってうまくいってるだけなんですが、それをある程度主体的に考えていかないといけないのかなっていうのと、自分のところだけ、まあ、うまくいけばそれでいいのかっていうことで、まあ、業界全体について自分たちの立ち位置と自分の考えっていうのもこれからは発表して、伝えていかないとなかなか難しいのかなと思います。で、あの書いてあることは大したことないので、そのまま飲んでいきますので、まあ、喋ってることと適当に目に追っていただければ大丈夫です。で、整骨院でですね、まあ、景気がとか、あの業界どこがっていうのは、勉強会で聞いたり見たり聞いたりとかってされる方ってありますかね。暖房ってこんな形でいいですか。眠くならないですか。僕すごい寒がりなんですけど、今結構そんなに寒くないので多分皆さんあったかくないですか。あったかいらしいです、はい。で、あの楽に聞いていただけるんです。で、開業セミナーとか行くとですね、大体あの業界動向とか、あとあの接骨院の数と、学校の数とかっていうのを必ず聞きますかね。今日本に、専門学校柔道、あ、そうそう、鍼灸師の方を目指してる方、はい、で柔道整復師を目指してるトレーナーの方、はい、ま、大丈夫ですね。新居もですね、柔道整復師も、僕が免許を取ったのは20年ぐらいなんです。その頃は柔道整復師の学校は日本に13校か14校しかなかったです。で、今は柔道整復師の学校は何校あるか僕はよく知らないですけど90校以上あるんですね。でですか、100ぐらいあるんで、ね、僕がカウントしてよく聞いてたのがもう80越したよってところまで聞いたんですけど、もうそれ以上のことはちょっとわからないです。で、なのでただざっくりと言って、僕20年前は年間に1400人ぐらい国家試験の合格者が、今5000人超えるで、ね、だからすごい数の 差というかなんです。だから年間だけでもそれぐらいの数の柔道整復師さんが生まれてる。で、いい面で言えばたくさんの柔道整復師さんが生まれているので、いわゆるその利用する側からしてみれば認知度は上がるわけです。で、たくさんの柔道整復師が生まれてくるので、その柔道整復師さんの中で例えば臨床について研究したいという方も出てくるかもしれないし、志の方へ、あの高い方がいわゆるカリスマ柔道整復師という形で活躍される、それがまあメディアに取り上げられるという形で、いわゆる国民に対しての認知度というのは上がるかもしれない。でも、まあ、厚生労働省からしてみれば、その方々が一応全員開業権を持って生まれてくるので、その方々がドドッと開業してしまうと、コンビニの数を超えてしまう。今あの歯医者さんっていうのがコンビニの数を超えてるんですね。で、まあ、ちょいちょいあの不正請求等々で賑わせてるんです。で、接骨院さんもちょいちょいあの不正請求等で賑わせておりますので、そういう部分においては非常に、まあ、関心事項がなかなか高いのかなというふうに思います。そうなってくるとどうなるかっていったら、競合店が増えてくるので、競合店が増えてくると、まあ、よく言えば切磋琢磨してお互いをね、あの高めていかないといけない。それは利用者さんからしてみれば非常にいいことではあるんですけども、まあ、やる側からしてみればあの今までと同じようなやり方が通用するかどうかがわからない。だから、まあ、僕が入った時点で、20年前はという話をされる先生が非常に良かったです。だから40年前ですね。40年前は、まあ、他の地域に接骨院自体がそんなないので、まあ、出せばね、まあ、安泰というか、一日、その40年前っていうのは接骨院でマッサージすることはほぼなかったですね。全低周波当てて、で、手作りのネリネリした湿布ですね。湿布って言っても薬が入ってるわけじゃないですよ。あの水に溶かしたもので、水の気化熱で冷やすっていうのをぬりぬりして、包帯くるくるって巻いて、はい、OK っていうので、
大体1日60人ぐらい、1人できてよとかって言われてた時代があったんです。だけど今名古屋だとね、大通りにちょっと出てこうやって看板見ると大体3軒ぐらい接骨院が確認できるぐらい接骨院というのが多いんですね、はい。で、鍼灸院さんで言えば鍼灸院さんも増えてます、増えてますけど、私が開業する前ですね、だから私が鍼灸の専門学校に入った時点でですね、まだこれから学ぼうとしている、18の若き私に対してですね、その時の鍼灸の会長さんですねが挨拶され、愛知県の会長さんが挨拶されて、偉い時代に君たちが入ってきたねみたいな、その入学式の挨拶、それだって結構衝撃的だったんですね。それからもだいぶ経ってますから衝撃的な時代からどういう時代になっちゃったんだろうっていう感じですから、まあだから、売り上げを上げるになっているので、まあ、経済についてもある程度ね考えていかないとまずいのかなというふうに思います。で、まあ、経済学っていうのはいわゆる、そんなに難しいことをですね、ここで経済の話について学んでもなかなか難しいので、まあ、3つのキーワードで、まとめてみました。希少性インセンティブ、ノーフリーランチということで、希少性についてはですね、やばい経済学なんて、まあ、結構いろんな読みやすい本とか出てるんで、コーヒー豆をですね、やっぱ、コーヒーショップですね、スターバックスさんとかを例に挙げて、上手に書いてある本とかたくさんあるんで、そういうのを読んでいただければいいんですけど、まあ、3つのキーワードをこれちょっと見ていこうかなと思います。はい。で、希少性っていうのは、まあ、ざっくり言うとですね、みんなが欲しがっていて、みんなが希少なものって、希少なものは数が少ない、だからみんなが欲しがるもので、経済学っていうのはみんなが欲しがるもの、この希少性を取り扱ってる。だからみんなが欲しいって思ってても数がないからその価値は上がってる。でもすごくたくさんあるんだけど、みんなそれを別に欲しがらないってなるとそこの価値は下がる、そういうことです。でなので、まあ希少でないものというのはみんなが欲しがらずに余ってしまう。で、希少なものは自由に配ると足りなくなるので、どうすれば手に入るか、どういった人に、手に入れてもらうと社会全体にとって効率化、お得化っていうのを考えるのが経済学ですよっていうことです。まあそういうもんだと思うんです。で、インセンティブ、最近何個かカタカナが出てくるんで、大体なんか分かって使っているような、分かって使ってないようなとかあるんですけど、で、漢字に直すと誘引とか動機とか、またこれもね、なんか分かっているのわからないような感じなんですけど、インセンティブっていうのは損得感情に基づいて行動するってことです。損か得かってことです。で、経済学は基本的に損か得かを考えて、どうも得そうだぞっていう時に、そちらの方に人が行動する。このインセンティブっていうのも、すごくやばい経済学なんで扱ってますね。このインセンティブに対してのアンチテーゼとして、じゃあこの損か得かを比べて行動して、その合理性があるんだっていう、そもそもの出発点、時点が、人間はそもそも合理性がないんだからまずいんじゃないかっていうことで、合理性を疑ったような本もたくさん出ております。それもそれで面白いので皆さん勉強していただくといいんですけど、まあ基本的には経済学っていうのは、まあ、損か得かです。で、得売上からですね、まあ損ですね、出てくもの引いたら儲けになる。で、損と得を比べて、得が大きければインセンティブがある、損が大きければインセンティブが小さいということです。で、何をもって損か得かっていうのはこれ個人によるんで、それはだからその個人によるってことです。合理性があるっていうのは、損か得かを比べて得だからやってる。だけどそもそもそれって得になってんの、だからその人の損得感情なので、その人のか、価値観ですから、その人にとっての損か得かが出る。だから、大金があるのに手を出す、それは損か得か、でもその行為によって自分がどう見られるんだろうと思ってるのを強く思ってる人は、それは手を出さないことがその人にとっては得なんということです。で、ノンフリーランチっていうのは、これ実はですね、今回勉強して初めてです、フリーランチ、ただ飯がノーなんてない。で、まあ、要はですね、
ただでいい思いはできないが、基本原理で、人はインセンティブに従って行動するので高低差がなくなるんです。だから、今自由経済にしておくと、そのここにいること自体が得っていうのがだん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 そっちに向かって得だから、みんながそっちに向かって行動するのでだんだん高低差がなくなる。で最終的にじゃあどうなるか、そこから生まれるのがトレードオフ。だからいきなりトレードオフには行かずに、そもそもがダメージがない、あるんだけどそれを他っておくと高低差がなくなるので、結局ですね、トレードオフしないとダメだよっていうことらしいです。サクサクサクで、トレードっていうのは交換ですね。オフっていうのは手間です。ただでいい思いができないのがノーフリーランチで、お得感、満足感のために必ず費用、損失が発生するので、いい思いをするには何らかの、対価、トレードオフが必要というのが経済の基本だそうです。で、一応経済学はですね、交換してですね、合理的に判断しているので得が増えるような行動になるので、交換すればするほどみんながお得感が出てみんなが幸せになるということを、言っているんだそうです。じゃ経済学を勉強するとですね、みんなが幸せになるかということなんですが、そもそもその合理性についてですね、なんでそんなもの高いお金に払うのとか、くだらないお金の使い方をする人だなとか、変だなとか、理解できないのはバカじゃないのっていう、そういうですね、行動をとってる人は多分皆さんの周りにたくさんいると思います。でもですね、自分に理解できないものをありがたがったり、そんなものに高いお金を払う人は非合理的なのかという話ですが、誰にとって先に話しましたけど、お得なのかという話、誰の、価値基準によって、損得がそもそも生まれるです。だから私にとって全く価値がないものでも、もしかしたら他のスタッフにとってはものすごい価値があるかもしれない。私がそんなのいいかなっていう思ってるものでも、肌から見たらそれはすごい大切なのっていうことがあるかもしれない。でですね、合理的な人間というのは、ちょっと話が戻りますけども、その人にとっての価値観、価値基準において、費用と、便益を比べたときに、その人にとって得をしているように思うことを合理的。で、自分と、価値基準があまりにもかけ離れると、つい、いや、あの人とはちょっと、お金変なやつだなとか、本当にバカじゃない、いや、そんなことしちゃうのかって思っている人が現れたらですね、近づかないとこって思うんじゃなくてですね、経済学的に見ると、このそういう人ほどですね、あなたにとってどんなパートよりもお得な相手であることを意味しています。なんでかっていうとですね、価値観とか、価値基準が違うことは、あなたの欲しいものを欲しがらずに、あなたのいらないものを欲しがっている可能性がある。つまり交換相手としては最高だよっていうことです。で、最初の題に戻りますけど、一人じゃないからということは、みんなでやれば何か新しいこととかができるってこともあるんですが、スタッフが集まるとですね、本当に変わってですね、いっぱい来るんですね。ね、もうね、自分がこの業界で頑張っていきますって切々と説いたやつが、その受験日を間違えるとか、ありえんだろうとかっていうことをあるんです。びっくりするんです。本当にびっくりすることがたくさんあるんですけど、それもね、終わっちゃったこととかも言ってもしょうがないんですけど、だから全然違うんでね、そのやっぱ同じ人間ではないので、本当にその興味を示すものも違うし、その会社がこういうふうな方針を立てると言っても、別にそれに別に職種が動かない子もいれば、全然違うところですごい頑張ってくれる子もいる。だからそういう意味では、必ずしも会社がこういうふうだからって言うから、それに沿った人間がうちにいるわけではなくて、いろんな人がいるからいろんな化学反応が起こると思わないとやっていけないっていうところですね。はい、ではもう一度、交換するとみんな幸せなの、交換はですね、交換を行う人はそれが得だから交換する。だから物を買うときでも、結局それがないと困るから交換。だからそれを交換したってことは、結果幸せ度は上がってるはず。売る方もそれを売れると嬉しいわけですよ。だから交換を繰り返すと、みんな基本的には幸せになるはずなんですけど、じゃあそれは
常に幸せになっていくことなのかっていうことですね。で、ではどうやって交換相手を探しますか、どうすれば有益な交換ができますかっていうことで、そこで初めてですね、競争が生まれますよ。これ競争っていうのが経済的競争、同じものなら安い方がいい、同じ値段なら品質がいいものがいい、より安くより高品質でみんな幸せになれますかということです。今までだったら交換すればどんどん幸せになりますよってことですけど、じゃあそもそもじゃあ誰と交換するの、接骨院なら接骨院隣にあります、じゃあどこの接骨院だろう幸せになるということで、競争が生まれる。競争が生まれると今度はそもそも交換してくれないかもしれないということになってきますので、これですね、より安くより高品質っていうのは一見ですね、まあ、ここのご時世非常にキャッチーな言葉であるけども、本当にじゃあそれは幸せになるのかというちょっと問いかけですね。で、経済学と経営学、これちょっと違います。経済学というのは社会全体の満足度を最大にする方法を考える。で、経営学というのはその会社のビジョンを最大にする方法を考えるということです。今最近ニュースになっているのは、あの福井が地盤まで届かなかった、長い目で見ればそのいつかバレたらとんでもないことになる。だけど短期で見たらさっさと仕事を終わらせないと、大変なことになるね。あのだから中間管理職の人大変だろうなとか、だから、まあ、ニュースはね必ず正義を伝えなきゃいけないので、まあ、そういう伝え方にはなるんですけど、まあ心中察すると大変だったんだろうなとか、業界のそのいわゆる何て言うんですかね、観光とか習慣とかに立ち向かっていくのはとても大変なんだろうなと思いながら、見ちゃいかんのだろうなと思いながらですね、そういうふうに見てますけど、はい、ということで違うらしいです。で、経済的にはですね、経済学的には全体的には競争することで品質が上がるので歓迎なので、談合するなということらしいですけど、でも、実際にですね、経営者側からしてみたら、企業からしてみたらですね、まあ、競争は実は避けた方がいいんですね。避けた方がいいんですよ。ということになるらしいです。はい、じゃあ、競争をですね、回避することが、生き残る生命線だということで、3つの方法が基本的に言われています。で、1がですね、政府による規制。規制もしくは緩和。で、2番目が、ね、コスト優先戦略。3番目が差別化戦略らしいです。で、1番目、政治力の思考によってなんとか競争を避けようという素晴らしいですね。これで避けれるなら避けた方がいいんです。勧誘していただけるなら勧誘していただきたい。点数上げていただけるなら点数上げた方がいいわけです。そしたらみんなが幸せになるかもしれない。だけど、まあ、そもそもあのお金は保険だったりとかするんで、まあ、元々が税金だったりもしますけども。ただ、まあ、一般的にですね、独禁法とかいろいろあってですね、まあ、業界をチェックしていたりするんですが、なんでそもそもチェックしなきゃいけないんだって言ったら、チェックしないといろんな力とかバランス関係がはびこってしまうんでチェックしなきゃいけない。ということで、実際にこういうことっていうのはありえますよ。なんですが、単純にそれをチェックするとかしないとかじゃなくて、これからの時代はもう接骨院もしくは携わる人それぞれが業界についてどういう業界じゃなきゃダメなんだってことをもう真剣に話して、それをですね発表してたりとか、それを変えていくための行動をしないと、自分の接骨院だけがちょっとだけいい思いをっていうようなことを繰り返すと業界全体が弱くなっています。これはもう間違いないです。なのでこれがどうこうじゃない、これについて考えて、やっぱり自分の意見をきちんと持った、経営者だったりとか、まあ、業界関係者とかね、になっていただけたら、だったらいいなと思います。なので、あの多分終わってから懇親会に行けばですね、うちのスタッフ、もうみんながですね、業界について熱く語ると思いますので、ぜひ、終わってからですね、懇親会に。そうすると、発表ではなかなか聞けないようなこともね。ただ、業界がまとまってっていうのがなかなか難しいんですね。新旧の学生の方、はい、で、新旧にはどんな協会があるかとか知ってますか？安心してください、僕も知らないんですよ。
それぐらいまとまってないんですね。一応大きな団体はありますよ。それ他にもいろいろあるので、そういう人たちがちゃんと集まってですね、自分たちの方向性とかですねについて、なんか考えがまとまってるのかって言ったらまとまってないです。接骨院の、教会もまとまってないです。まあ、ひどいもんですねって言ってもしょうがないので、ただ、2年前ぐらいから実はこれがですね、接骨院の方では、場が作られました。すごいでしょ、場が作られたことでニュースになるんですよ。今まで場がなかったんですよっていう業界です。はい、そうそう、その業界、接骨院業界と保健者側とテーブルを挟んで話したことがなかったんですよ。それぐらいすごくないですか。だって保険のやり取りをしてるのにテーブルにでお互い、なんでかっていうとですね、そもそも制度ができた時に当時の会長が、会長さんが日本刀を持って厚生労働省に乗り込んでた方が見て、その方がちょっと伝説化しているので業界は危ないっていう歴史があるそうです。それも聞いた話で、その真実かどうかよく分かりませんが、はい。で、コスト優先戦略、そのままです。たゆまざる節約と技術革新や、生産プロセスの効率化によって、いい品質を他社より目安大量に作れる状態です。だからこれは頑張る、追いつかれる、もっと頑張る、追いつかれる、もっともっと頑張るっていう、いわゆるですね、安売り競争じゃないですけどに陥っていくので、結局さっき言ったノーフリーランチですね。海外のところで安く生産して、それがどっと表示されるような、そのシステム自体真似されるのでフラットになる。だから必ず追いつかれます。ので最後ですね、差別化宣言。開業セミナーとかに出たことある方ないですか。ぜひですね、CM じゃないですけど、柔道整復師協会に行って、武田会長が、うちが所属してる会なんですけど、頑張って開業セミナーやっております。開業に興味がなくても行くと面白いです。業界のこと、業界の、動きで、自分たちがそもそも何をやりたいのかってことをちゃんと人に伝えれるようにしておかないと自分がやるときすごく困るんです。だから開業を考えてなくてもうちのスタッフは半強制的に生かされますで、話聞いてくるとそれだけでもやっぱちょっと変わりますね、考えるように。で、いわゆるコンサルタント業をしている方は基本的にここです。いわゆる、内外の強み弱みを分析して機械の強み弱みにしてどうアプローチするかで、差別化っていうんですけど、新旧やっててすごい差別化ってじゃあどこにあるの。はたから見たら行って針刺されるので、針を刺さないと振りをするとか、それそういうのもあんまりないじゃないですか。やってる方も見えますけど、疑心とかね。でもそれでも新旧師っていう時点で同じカテゴリーの中にいるので、すごい差別化ってなかなか難しいと思うんですよね。その中でももちろん差別化をしていかなきゃいけないし、どういうことをやるのかというのをきちんと理解していかなきゃいけないんですが、その前にね、どういうふうな社会との携わりを持つかということを考えておくといいですね。自分の強みとか、やらなきゃいけないいわゆる使命とかということを考えるといいかもしれません。それが最終的には差別化につながるのかということで、見せかけの差別化は結局、コスト優先主義と一緒で真似されます。外観をきれいにしたりとか内装をきれいにしたりとか、こういう新しい機械を入れましたというのは結局真似されますので、自分たちが本気で、患者さんのために何をしたいのかということが最終的には差別化にはなっていると思います。ではもう一度ですね、交換は交換を行った当事者に得をもたらす。ではどうやって、交換相手を探す、どうすれば、有利な交換できるかですね、についてもう一度ここまで話を聞いたときに、考えてみてください。でここからですね、何分前なんだ、45分まで、まだいいですね、いっぱいありますね。そんなに若い人みたいな感じで、いわゆる、あれです、バブルを知ってる方っていうのは、僕よりも世代が上になる方になるので、今日はいないですね。はい、なので、あれですが、80年代っていうのは非常に
あの景気が良かったんです。知らない方の方が多いと思いますが、で、今は景気が良くなったというニュースを受けても実感ってあんまりありますかね。あんまないですよね。あの何期連続、GDP は上昇してますとかっていうニュースを聞いてもあんまり多分実感がないと思います。で、業界もその成長曲線というのを考えるんですけど、いわゆる伸びていく時期っていうのは誰が何やっても伸びていくんですね。そこで上手に自流に乗るとかなり伸びます。でもある程度成長しきっちゃうと、もう体も一緒ですけど、それ以上身長伸びなくなる。そうすると身長伸びなくなると、身長が伸びなくなるからって言ってじゃあ成長止まるかって、僕中学校2年生で身長止まっちゃったんですけど、まあ、どうでもいい話なんですけど、じゃあその時からじゃあ成長が止まってるかって言えば、その中学校2年生と例えば高校生の時に言ったら、やっぱ筋肉の使い方が変わってきたりだとか、だからそのサイズ感は止まってても中身は変わっていくわけですよ。なので、成長曲線の中で上のところに行くと、ただ何やっても伸びていくというと、いろんなことをやらないとなかなか変わっていかないというと、で、もう40超えますので、そうそう、何やっても体力が落ちていくときは落ちていくので、落ちていくときはちゃんとあるんですね。で、一通りね、物が揃うと物があるわけです。だから物を買って幸せになるかって言ったらそうならないわけです。で、今いわゆるその家電品で言えばテレビが売れない、売れないじゃなくて儲けの出ない商品の代表格になってですね、まあ、ニュースを見てればその通りだと思います。この辺だと亀山に、シャープでしたっけ、シャープの工場が亀山工場 で亀山ブランドっていうですね、世界に羽ばたく、液晶画面の工場があったんですけど、もう閉鎖になりました。なので結局テレビっていうのはもう日本どこ行ってもテレビのない家ってそうないんですよね。だから買い替え需要しかないんですよ。だからないと買いたいな、でそれが家に来ると、新しく来るとなんとなく幸せ感とか充実感がアップするんですけど、そもそももう行き届いちゃったものに対して買い替え要望しかないわけだから、毎年毎年そのなんだ、新しい機能をつけてどんどん新しくしても買ったものが壊れないまで大体使いますよね。テレビすごく、まあ何年前ですか、デジタル放送に切り替わったのは。だからその時はね、買えないとアナログ見れないんだみたいな感じで、まあ、買い替えるかみたいな感じですけども、それまた買っちゃったらね、 4K 使ったらしい、どれぐらいの画質の違いかがよくわかんないなとかって、なかなか買い替えないので、いわゆる身体的欲望については自分の体一つしかないので、じゃあテレビがね、家に10台あるから1台の時よりも10倍幸せかって言ったら使い切れないじゃないですか。でね、コンビニでいろんなものが扱えるようになったんですけど、じゃあコンビニでいろいろ全部済ますかって言ったらそうでもなかった。使い切れないので、結局欲望っていうのは体一つしかないんで、体が使い切れるものっていうのは知れてるんですね。それをちょっと理解しないと、いくらですね、こちらがこういうことできますよ、ああいうことできますよって言ってもそうそうできるもんじゃないんですよっていうことです。で、結局そうなるとどうなるかって言ったら、お金でお金を買うことになってきますよっていうことになります。嘘を飛ばしてるんだね。だから物を買う時点から、次それがある程度一通り揃ったら次何買うかって言ったら、象徴価値って言って、いわゆるそのブランド品だとか、それを持ってることによって自分がどの階級かを、まあ、知らせるための記号を買うようになるんです。わかりますかね。だから同じ時計でも、わ、その時計いいねとか、あ、そういう車に乗れる、あの仕事をされてるんですねっていう、つまり、高い、お高いものを買って身につけることによって自分はそれだけの経済力がありますよという発信する価値に、変わってくる。でもそれもですね、ある程度やっちゃうと、そこで、あの、もうあなたはそういう階級なんですねっていうことが行き渡れば、もうそれ以上やる必要がないんです。そうなると、そのどうなるかって言ったら、市場としては、いわゆる、有効ですね、いわゆるファストブランドです、に切り替えることによって、消費を回転を早くするっていうことになるんですけど、結局、流行に感度がいいっていうのは、まあ、
女性だったりとか若年層なんです。で若年層になると結局購買力が低下するので結局さばけないんですね。でなってくると物が売れない時代だよっていうことになる。物が売れない時代っていうのは何かって言ったら、本当に価値のあるものは何かがわからない時代。でそれ今そういう時代になってきているという、私が言ってるわけじゃないですよ、偉い学者さんがそう言ってるんです。で価値、交換したいものを失ってしまった、つまり交換することが幸せだよっていう前提から交換したいものが不透明になる。これさえ持ってれば幸せだよっていう時代から何を交換したら自分が幸せかが分かりづらい中で、私は鍼灸だとかですね、健康っていうのは絶対ついて回るところなので、これは本物になっていくことができる業界だと思っておりますので、そこをちょっと考えていただきたいなというところでここを提案しました。で、そもそもですね、交換はやめて贈り物にしましょうという提案です。でこれはですね、私の大好きなですね、内田、先生、タッツルって木に難しい木ですね、に書いて、レヴィストロースとかフランス文学の、先生なんですけど、最近ちょこちょことテレビに出るようになりましたけど、武道の達人でもあってフランス文学の先生で文学者なんですね。でその方が、書いた本の中にあったのをちょっと引用させていただきました。で、それはですね、ちょっと読みますね、これだけは、あなたが贈る、品物タオンガを私にくれた、私はそれを別の人に与え、するとその人は私に恩返しをしてくれた、それはあなたが私に与え、ついで彼に与えたタオンガのハウデン、これを私は退蔵せずに直ちにあなたに贈り戻さねばならない、というのはこの2つ目のタオンガを持ち続けると私は何か悪いことが起こり死ぬことになるからだよ。一回読むだけだと何のことかさっぱりわかりませんけども、要はですね、物をあげました、そしたらその人が、贈り物をされたのでお返しをしてくれました。お返しをしてくれたものに対しては、その人の実は人格も一緒についてくる、霊もついてくる。なのでそれを自分のところに留めてしまうと、気、いわゆる、針やってきたら気が回らなくなる、滞った状態になるので、そこは病気になる。つまりその商品っていうのは流れていかなきゃ、流通して意味があるので、常に、送って送られたものをまた誰かに手渡してっていう、この流れの中で機能していくものだよっていうことです。で商品には実は、お金で物を買うことを慣れすぎてると等価値で交換してるので、そのお返しする必要がないんですね。だから、いわゆるクレーマーの方っていうのは消費者なんですよ。お金で払って購入してるんですよ。でその購入した商品が気にならなかったりとか、そのお金に払った価値がないと思えば返品可能であって、でさらにそれを言うことによって、その会社が改善してくれると本気で思い込んでる人なんですね。だからクレームをつければつけるほど改善されてると思っている人は文句を言えるんです。でもその商品と一緒にその作った人たちの、魂と価値観も一緒に購入してる人はありがたいわけですね。それに対してクレームっていうのはなかなか言えないはずなんです。まあもちろんその態度が悪かったりとかしたら別ですよ、なんです。だから物と一緒に実は、ここでは例って言ってますね、その人の人格も一緒に移動する。でそれを、自分のとこに貯めちゃうと良くないよって言ってます。自分に来たものは帯同しないで、次にパスをする。で、自分のところに来たものっていうのは、貨幣でも商品でも知識や情報技術でもとにかく自分のところでは止めないで次に回す。なので、うちはですね、基本的には情報フリーです。私のパソコンだろうが何だろうがですね、売り上げだろうが何でもですね、見てもらって全く構いません。
なかなか見てるスタッフ見えないし、あれですけど、なので、みんなで作ってるあのデータとかに、私が勝手に情報を上げてですね、見ろよみたいな感じにしてるんですけど、それぐらい、で、私が持ってる技術とか知識もですね、まあ、正直だから私の時はうまくいったけど、あなたの時にうまくいったかどうか分かんないので、それが成功だよとか正しいよっていうことではなくて、こうしてきたよという、まあ、事実として、贈り物として送ったりとかっていうこと、まあ、実際には次に回すってことですね。自分のところに止めない。で、自分はこうやってやってますっていうのも全部言っちゃうと、何がいいかって言ったら、なしになっちゃうんですよ。で、自分でまた新しいのをなんか発掘してこないと、空っぽになっちゃうんで、自分の刺激に対してもいいです。だから自分のところに何かストップしておくと、新しいものを吸収しろっていう欲求もなくなってしまうので、全部吐き出しちゃう。ということをお勧めしています。まず最初はね。なんですが、実はね、この雇用経済のもっとすごいことはですね、パスをするっていうのは結構難しいよ。で、例えばですね、本に書いてあると、これなかなか面白いなと思ったのが、使うのと送るのどっちが難しいと思いますかっていう質問です。だから1億あったとしたら、使うのと送るのどっちが難しいと思いますって言われて、いやいや、この話の流れだったら送るだろう、こうだろうっていう、まあまあどうですかね、1億って元になったら、この1億円を使うのと、人にあげるっていう行為、どっちが難しいと思います。ちょっと真面目に考えてみてください。いや、あげるっていうんだったら別に、じゃあその人にパンとあげれば、あげれるから、そんな難しいことじゃないんじゃないですか。って思います。いや、使うのは別に、今1億ってなかなか、何買おうかなとか、年末ジャンボとかね、今3億ぐらい当たったらどうしようかなとか、なんですが、実は送るっていうのは、その押し付けるとか、あげるとかっていう意味じゃなくてですね、送ったお金がその人のためになり、その人や周りの人が救われて、さらにその人が次の人にパスをしていくときの支援となる贈り物じゃないと、これは贈り物にならないんです。押し付けになっちゃう。そういったパスのつながり、プロセスを立ち上げるような仕組みで贈り物をするというのは極めて難しいです。国のね、いわゆる、まあ、発展途上国と言われるところへの支援も、これを考えるとすごく難しいですね。なんかもう道路を作ってあげてますみたいな。でもそれって本当にじゃあその国の人たちが望んだものなの？じゃあそれを使ってその人たち国が幸せになっているの？贈り物として、で、贈られた方がそれは贈り物としてきちんと認識できているの、感謝しているのっていうことを考えると非常に難しい。で、そういうということを、価値のあるものを受け取ったというふうに、理解してはいけない。いきなり贈り物をしようって言ってるの。そうではなくて、どういう価値があるかよくわからないものをですね、受け取ったというのが、贈与の基本なんです。ということはどういうことかというと、例えば僕がね、成功法として、これこうだぞって説明しても、受け取る側からしたら、何だこいつはっていうことってすごくたくさんあるんです。だから、贈る側から、お前への贈り物だって言ってもしょうがなくて、受け取る側が、あ、これは私への贈り物なんだな、思った瞬間それが贈り物になるんです。だから贈り物は物があるから、情報があるから、価値があるから贈り物になるんじゃなくて、受け取った人が初めてその価値の大きさに気づいた時に贈られたということが成立するという、そういうことです。で、それされたものが何を意味するのか、何の役に立つか、それを知るために長い時間とさまざまな経験を要するのか。なので年を取ってくるとですね、二十歳そこそこの時に言われた先輩からの言葉がやっと分かることがたまにあるんです。あの時言われたのってこういうことだったのかなっていうのが実際あるんです。でもその時言われた時は、言っとくこいつは本気で思ってたりとか、思ってたりするんですけど、年を取った時にそれを言われたことを覚えてる自分っていうのがいるんです。だから役に立たないものを自分は役に立たないと思いながらも覚えてるんです。だから学ぶっていうことも、これは価値があるからこれをストックしていこうと思うものではなくて、ここで聞いた話もこいつなんとかわけのわからんこと言っとんなと思っとっても、どっかでそれを、あ、なんかそのこと言ってたな、あ、このことだったのかなという時に、その時に初めて贈り物になる
っていうのが贈り物ですよ。で、パスをするということで会社の取り組みです。で、会社はですね、まあ、その送られた方がその気がつかないとダメなんですね。で、スタッフも会社は、まあ、もしくは私は何が望むかって言ったら成長なんですね、成熟なんです、大人になるということなんですが、まあ、取り組みとしてですね、スタッフの成熟に導くことなんですが、取り組みはね、まあ、ただ前提はですね、誰もね、人間を多動的に成熟させることはできない、主体の側に成熟しなければならないという強い意志が必要だということです。コーチングにおいても変えられないものが2つある。で、1つがもう起こっちゃったことはしょうがない。だからもう日にちを間違えてテストに行かなかったことはしょうがないんです。これはもうどんなに悔やんでも戻らないよごめんね、ネタにしてなんです。で、私がどんだけ言ってもですね、その人がやばい変わらない、やばいなって思わないと変わってくれないんです。これが大前提です。なので会社の取り組みはどうなるか、学ぶということは結局ですね、理解できないこと、謎の存在が必要だと。だから非常にリーディングフリーでですね、非常に分かりやすくて、ああそうかそうかっていうことを並べても実は学ばないんです。そうかそうかと思うだけなんです。だから謎が必要だと。で、その謎っていうのは成熟しないと理解できないことがあって、それを理解したいと思うから学ぶことができる。で、学ぶ贈り物っていうのは常に求めている以上のもの、求めている以外のものというものを含みます。なので、たまに、飲んでる時とかにスタッフが、まあ、院長にこんな風に言われてもすごく反面を受けて、こうやって思ってこういうことやってるんですよって言われると、いやそんなつもり言ったつもりじゃないんだけどなっていうことがすごくあるんです。でもその言葉がその子の中で熟成して、そういう風に理解できて、でそれで行動を起こしてくれたら、そんな嬉しいことはないんですね。だから学ぶっていうことは結局ですね、一緒になっていろんなことをやっていくってことなんですけど、分からないものを探求していくってことで、分からないところからスタートするので、結局結果出た時は違うものになっていいってことだと思うんです。だから求めている以上のもの、もしくは求めている以外のもの、どうしてこの人は私にこのようなものを送るのだろうかっていう形で送られるパスっていうものが、学びの原点になるのかなと思います。で、もっと言うとですね、今じゃあこういう取り組みをなぜしてるか、これとか僕がこうやって喋ってるのも、基本的にはもう先輩からいろんなふうに言われたことを僕の中で理解して、それをお伝えしているということです。つまり、贈り物っていうのは贈ることから始まるんじゃなくて、受け取ったという事実から始まるんです。でその受け取ったという事実をいかに感じ取れるかなんです。その感性を磨いていただく、それは多分人間力っていう言葉に置き換えられる。ということで、等価値交換をどれほど積み重ねても人は、成熟しない。私が今使っている価値の努力では計測できない価値について知りたいと思う、ことはないということが結局成熟できないということですね。つまり、これから学ぼうって時にお金を出して学ばせてください。つまり自分の師匠にこんだけお金出すからこんだけのことを教えてくれって言って教えてくれる師匠はあんまりいい種類じゃないんですよね。基本的に、昔のですね、スポコン漫画とか大好きなんですけど、まず弟子になるところから始める。で門前払いされても、どうしてもちょっと知りたいですって言ったらまた門前払いです。またもう一回って、だから、コーチとかにですね、頑張りますって言って、その本気さを見せろとかって言って、理不尽なことをいっぱいされても頑張りますって言って、ある日よし分かったって言ってもらうプロセスが必要です。つまり学ぶ前に、どうしても知りたいという絶対的な覚悟が必要だっていう。でもそのコーチが何を教えてくれるかは分からないっていう不思議な状況が必要であってことです。で私たちは何が意味するのか、今の私には理解できない贈り物が手渡された時のみに、その意味を、解明するために整理しなければならないと思い始めるのであるということなので、私の話はいつもですね、何を言ってるかが分からない話で常に終わろうと思っております。うちのスタッフも私に大体相談に しに来て明確な答えを得たスタッフは多分誰もいないと思います。
悩んでって、それはとってもいいことだねみたいな形で終わることが多いです。で、ただね、教育は与える側がまず贈り物をするところからしか始まらない。これはその通りだと思います。だからこういう勉強会もですね、無茶ぶりと言われるんですね。この間安藤先生の方がですね、当たっていただいて、大原の、スポーツ公民館で、私がたまたま知り合いからですね、の方から、体操教室をしてくれと依頼があったんで、私基本的に断らないので、あ、いいですよって送り返して、でその後に時間調整と考えたらちょっといけないなということで、もう安藤先生お願いしますみたいな感じで丸投げですね。そうするとね、どうでした？もう最初びっくりするぐらいなそのプレゼンをしてくれるわけですよ。ね、でもなんとか、なんとかなりましたね。だからそれは私からの、贈り物だったりで、その安藤先生はそこに出向いてて、10何名ぐらい、15人、15名ぐらいの方にまたわけのわからない贈り物をしてくれたりいや、わけのわからないわけじゃないですね。何でしたっけ、ストレッチと、ストレッチですね、ボールマッサージ、はい、はい、だから、まあ、そういうのはビジネス用語では語れないということで、まずニーズが存在してサプライ、価値がどうこうというのでは構想できない。ただ、真の優れたビジネスマンというのは結局ですね、贈与というのは送られてしまった、返さねばという状況なんですね。それをビジネス的に作り上げるというのは、つまり最初の一撃は常に何だかよくわからないものから始まる。だけど何だかよくわからないけども、これはそのままにしといたらまずいぞという状況を作る。それは口コミにつながるわけです。何かよくわからんけどあそこ行ったらすごい、ちょっと行ってみ、要は感動に近い贈り物をする。つまりお金を払って当価のものだけをもらってたら、それは別に消費なのでどうってことないんですよ。もっと言えば、お金を払ってる側に主導権があればもっとこうしてよっていうクレームが成り立つ。でも感動するぐらいな体験をしてしまうと、いやあそこ行くといいよっていうファンになっていくことです。ただ、なんだかよくわからないものっていうのは基本的には勘違いに近いものがあるよっていう、だから学ぶっていうのはそういうところも生まれてますよっていう。反対給付、パスをもらったらパスを返すこと。で、ただこれ注意点があって、もらった相手に返さないこと。沖縄の言葉でですね、恩返しではなくて恩送りっていう言葉があるそうです。もらったものは相手に返すんではなくて、次の人に送り届ける。でそれがつながっていくことによって気の流れ、物の流れ、っていうのができていくということです。反対給付を動機つけるものは、贈与されたという事実ではない、何だか良くないものとされたという事実なのであるということですね。で、価値観の贈り物、贈り物に、価値が内在しているのではなく、受け取ったスタッフ自身がこれは私への贈り物だと思う、もしくは勘違いし、お返しをしなければならないと思い至ることです。主体は常に会社ではなくスタッフ本人です。これはもうそのまま今日に来ていただいた方に置き換えれると思いますので、ここで発表するスタッフの内容等が価値があるわけではありません。ここに来た、皆さんがですね、それはちょっと面白いぞと思って心に留めていただくことが、価値を生むと僕は思いますので、今日の発表の前にですね、贈り物として、提言させていただくのが、価値があるものを聞きに来ちゃダメですっていう価値のあるものに皆さんがしてくださいという、お願いに近い祈りですで、交換は始まっている。最初に贈り物を送った人はいないという事実です。交換は何かを、贈り物として認識するところから始まります。さっき言いましたね。だから最初に贈り物をしたという人はいなくて、最初に贈り物を受け取った人がいるんです。これは贈り物だと思い至ることができた人がいる。だからゲームはすでに始まっていると思い込んだ人がいる。贈与は常に行われていて、それで受け取ったものは反対給付の義務を負う。私は受け取ったので、もう今皆さんにお返しをする立場だとずっと思っています。で、このお返しをするエネルギーってすごいですよね。何かをだってもう恩受けちゃった、やった
だから自分が今この国にいるってこと自体がいろんな人のおかげでそこに来れてる、いろんなもの受けちゃってるんで、だから下から来る子たち、若い子たちにそういう道を自分が作ってもらってるんだから作ってあげないとまずいんですよ。自分だけ作ってもらっといて、で自分だけ得した気分にいたら良くないって思っちゃったので、やらなきゃいけなくなっちゃうんですね。やらなきゃいけないっていうのは意外にいいですよ。なのでぜひ皆さんもですね、贈り物を受け取ったと思い至って、いろんなことを、社会にもしくは、職場の人たちに、送っていただくとより幸せになっていけるのではないかというのをもちまして私のアピールとさせていただきますといいのかな。お知らせです。ちゃんと、贈り物からの学び、あなたが我が社について学ぼうと思っているものとは違うものをあなたは、我が会社から、学ぶことになるでしょうと宣言しますということで、今日の勉強会をスタートさせたいと思います。はい、では学ぶことの本質は知識で一緒にあるのではなく学び方にあるということで、最後までお付き合いありがとうございました。